おはようございます。本日はですね、クラウドファンディングのリターンで講演会行っていきたいと思います。本当にご支援いただきありがとうございます。イギリスで学んだことを含めてですね、しっかりとお伝えしていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで最寄りの方到着したんですけども、京王線懐かしいですね。大学時代にこうよく京王線乗ってましたね。懐かしい。ありがとう、作ってくれた。よろしくお願いします。東京都若葉総合高等学校さん来ました。はい、ということで今から早速9人と稽古します。頑張ります。はい、ということでですね、無事午前中終了いたしました。今からお昼休憩します。牛角のお弁当ですね。おー、美味しそう。焼肉弁当だ。いただきます。うまい。引き麺いきます。4つ効果で引き麺やってみてください。
しっかり意識してみると面白いかもしれない。はい、それからですけど、かかり方と一緒なんです。ここをまず意識してやってみましょう。練習しっかりしてください。下がり方も同じです。あとは決め方、声の出し方とか、これはまあ他の技もそうなんですけども、例えば僕がね、固定打ちめちゃくちゃパカン鳴ったとしても、声の出し方が固定なかなか一歩見えなくない？それよりもさ、強く打ってないよね。これ強く打ち方とか弱く打ったりとかもできるんだけど、例えばちょっと強くですね、強く打った時、強く強いよね、まあまあちょっと軽く打った時と、シャーッ、軽いよね。あんまでも強く打った時と軽く打った時、軽くてもなんか声出してたとか、見た目固定ってやった方が一歩に見えるくなる。声の出し方とか、見せ方とか、斬新の仕方とか、こういったこともめっちゃ大事になるよっていう感じ。最初にも言ったんだけど、結構僕、こういう風にしたりとか、こういうことにしたりとかっていうことをずっと言ってきたでしょ。みんな、本当は自分でこうアイデア出したり、自分でこうしたらいいんじゃないかっていう風なことを考えてほしい。僕が言ったことって、すぐ気づくから、そうじゃないの。ここをきっかけに、なんかこうしたらもっと良くなるんじゃないかなっていうのを考えてほしい。だから考える力だったりとか、自分で発信していく力をつけましょうねっていうか、自分で意欲的にやってほしいから。OK ですか？はい。まずの練習終わりたいと思います。今日講演会お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？講演会受けてみて。自営語とかすごいためになって楽しかったです。ためになった。よかった。最初座学みたいな感じだったじゃん。あれはどんな感じだった？眠かった？楽しかった。楽しかった。楽しくて、ためになりました。ためになった。わかりやすかった？はい、わかりやすかった。あ、よかった。わざれんとかは？わかりやすい指導だったので、真似しやすいと思います。真似しやすかった。よかった。ありがとうございます。これからも YouTube 見て応援してください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございました。はい、ということでですね、無事講演会の方終了いたしました。怪我なくね、終了して、伝えることすべて伝えれてきたんじゃないかなと思います。今回本当にクラウドファンディングご支援いただきまして、ありがとうございました。これからも一生懸命頑張っていきたいと思いますので、梶谷氷河剣道よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。